しくお願いします。はい、播磨琴葉さんは、高校2年生、はい、コンサートマスター、どんなことをやるんですか？中学1年生が6人、中学2年生が4人、中学3年生が8人、高校1年生が1人、高校2年生が5人で来ました。もう高校3年生は、ね、いないんですね。はい、本当に、播磨さんたちが中心でぐいぐい引っ張っていることじゃないかと思いますが、皆さんはよくこちらに出てくださいましてくださってますが、学校じゃないんですよね。はい、どんな人たちがどういうふうに集まってるんですか？私たちが大好きな人たちが海鮮町中心のなんか近くのところから集まって練習しています、ね、そうすると日にちがね、練習する日にちが大変ですよね。いつやってるんですか？主に土曜日の夜に練習しています。土曜日の夜ね、まあ本当お母さんたちも大変だ ね、 ね。そして、皆さん今日演奏してくださいますが、聞きどころ教えていただけますか？1曲目は少し穏やかな感じの曲なんですけど、はい、2曲目が少しなんか激しめな感じの曲なんです。激しめな曲なので、はい、そこの切り替わりがすごく特徴かなと思います。なるほど。どっかでテーマソロはあるんですか？はい、2曲目に私いいですね、はい、1曲目は誰がフィーチャーされますか？1曲目はアルトサックスがソロを弾きます。2曲目は、テナーさん、播磨さんの他にもたくさんやりますので、ね、ぜひ注目してください。すごい楽しみです。じゃあまた演奏の方よろしくお願いいたします、はい。
そしてジュニアアンサンブルスーパーブルーバーズの